Season 2, Episode 15, the unedited version will be up on Patreon and early videos will be on Patreon and YouTube membership. Let's go! では、本題に入る。この国、テンペストは滅亡する!お、おー。なんだって!なんだって!そう、滅亡!ショック!ちゃんと、何を思うとしても逃げ出せない!おー。このふざけた羽虫にどのような処分を下しましょう? Family is so weak.一応魔王なんだけどな。スペシャルマン。リムルだな。その妖精は。ああ、ラミリスっていう知り合いで。ラミリス。あんななりだけど一応魔王。魔王。これで最強で。More? 中最強と恐れられているんだからね。Ten? ちょ、あんた、もっと私のことなんだけど。おお。なんでそんなにあさりとした反応なわけ。いや、Not impressed? 暴風竜の復活で踊るな、なんというか。ベルダラが復活したですって She doesn't believe. わけないでしょ。それで沈めてやったからね。おー。そんなにもないやつだったわよ。あいつの時代け。ベルダラ? Are you listening? 私を恐れる山がいいのさ。ははははは。ベルダラ?He wasn't listening. She passed out. Cute. 覚醒したのは隠す。欲深いファルムス王国のエドマリス王が国々に受け入れられるだろう。Gonna make him seem less dangerous. ファルムス軍の大量の死者が最悪のフードラを復活させた。Oh.どうした? He's not listening. そのベルドラを、ラミレス。エイドヨウムと俺が協力し、多大な基礎で話をつけた。おお。俺の魔王化に意味を持たせ、ファルムス王国に全ての罪を着せ、俺たちが正義だったと主張するんだ。わお。Fake news, but okay. 人の自分が理解できない存分を滅ぼした者に有効を口にされても、信じることなどできまいよ。Dangerous.Friendship. 暴風竜の仕業であるとす。何しろ、暴風竜は天才なのだからな。Put it on Veldora. Oh, he heard that. 天才と呼ぶとは、なかなか見どころがある男よ。天才? 天才じゃねえよ。私もこの筋書きを支持します。Genius catastrophe. 娘のせいでリムル殿が交渉が可能になったと感謝される方がいいですからね。利点は他にもある。俺を警戒する他の魔王たちが脅威はベルドラのみだと勘違いしてくれるかもしれないだろう。そうなったら俺も動きやすくなる。何の罪を背負わせてしまうが。ベルドラ doesn't care。問題ないぞ。我はお前のカルマを共に背負うと決めていた。Brother。暴風竜の意存分に使うがよい。ありがとな。キューピー。確かに。Thank you, brother。それならば。他国とも今までと変わらぬ交渉を続けられそうです。はい、そうです。いや、Brilliant story。バゼル王だし、俺は意見をまとめただけだよ。The storyteller。感謝するぜ、ガゼル王が期待できるってものだ。なるほど。俺たちはクレイマンに集中できるというわけ。クレイマン。これは語れば、俺が無能だったということになるな。いや、いいか。Yeah! それをもとに今後の方針を決めたいと思う。ヨム。ファルムスの新しい国王として英雄樹立を目指したいと思う。おお。なんですって。ヨムを。Okay? まずはエドマリス王を解放し、テンペストへの侵攻に対しての賠償を行わせる。Oh, he's paying. しかし、あの国が賠償にまともに応じ。国内に内戦を起こさせることだ。一度滅ぼし、新しい国に生まれ変わらせる。英雄ヨウムを新たなる王に据えてな。Is destroying from the inside? 彼は国民からの人気。え?よかろう。俺としてはその計画自体に異論はない。Oh well. Is he testing him? I think it's a test. Come on.Stand strong. Yes! Yum! You can do it! Oh!
って好きで王様になろうってんじゃないんだ。断ったんじゃ男が廃るだろうが。Honest answer? できもしないと決めつけて、やる前、格好つけたかったってのもあるけどよ。Oh! Honest answer! やるからには全力でやってやるさ。Wow!確かにこいつはバカだ。実に用むらしい。保証する。Guarantee。確かにバカだが。何度もバカバカ言うな。無責任ではない。バカバカ。あんたのように英雄と呼ばれるその。They're backing him up. Cuties. 何かあれば俺を耐えるがよい。Oh, he's nice. He passed the test. しかし面白い男を見つけたものだな。まさか。惚れた女のために王になるなどと。Simple reason? ヤル様を裏切る宣言をするとは。おお。いや、そんなつもりでは。The power of love. 読むよ。我が国が貴様に望むのは農作物伸ばす方が共存共栄しやすいだろう。うん。俺からも頼む、読む。欲しい作物は要素だってことで。さすがだな、旦那。任せてくれ。して提案があります。提案？Suggestion。業務擁立計画に協力できそうですので。ほう。ブルモン、ファルムスの貴族ミュラー公爵とヘルマン伯爵を恋後ろ盾として頼りになると考えます。うん。それはありがたいが、ギルマスとはいえそんなことをここで決めていいのか ？Big decisions。今の俺は。国家所属の立場であるとご理解補佐としての発言です。わお。その貴族たちを信用できると。ミュラー公爵は実はブルムンドと遠縁に当たりますし、distant relative。ミュラー公爵に大きな恩があり、裏切る。暴露して大丈夫なのか ？Our secret is safe here。それにどうせご存知だったのでしょう。ブルムンドの情報局に匹敵しますからね。よし、わかった。フューズ。そして密かに連絡を頼む。In utmost secrecy。任せてください。ヨム、聞いたな。ああ、任せろよ。よし、英雄ヨムの国取りはそんな感じだな。So far so good。英雄の凱旋を華々しく演出しようじゃない。Who's laughing? 揃いも揃って国を担う人々が他者を疑いもせず本音で語り合うなどと。Don't overthink it. Is this the time to laugh? Is that a trick question? What do you mean? ブルムンドはそれを正式な国家と認めなくても法制協会の出方を見ていただろう。利益を享受しつつも裏でこっそりと通報し、問題がないかどうか全てを一任してね。Is that the safer way? 小国なりの立ち回り方というものではないのかね。わかったよ、わかりましたよ。Don't overthink it。それじゃあ本音で語らせてもらうとしましょうか。ええ、ええ、戦争になったらどうする？却下されたんですよ。信頼関係を結び共存共栄の関係を築くというのが我が国上層部の結論だったのですよ。Full trust。ドワーフ王国やあんたの特化は一つ間違うと終わりなんですよ。Oh. どうせ命運をかけるなら西方正教会に助けを求めるのではなく魔物の主を信じる方がいい。He trusts Rimuru。それが理由です。That's nice。君はリムその通りですよ。おお。相互安全保障条約を締結した以上。ってましたけどね。俺は自由人なんで。He likes Rimuru. なんでこんな役引き受けたんだろう。まあ、ブルムンド王国の情報局にも籍を置くことになったのが。Big responsibilities. 運の尽きってものですが。ちなみにその上司って。我が国の国王陛下。King. その人です。すまなかったのだから疑うまでもあるまいよ。Mm. そうは言うがな、ガゼル。魔物の国と新たに国交を結ぶ決断など、そう簡単には下せぬよ。Is he overthinking it? ブルムンド王に敬意を抱いたところさ。アクシエラルド、結論は。What's your decision? 結論は出ているがね。それを答える前に、もう一ついいですか。I'm not joining you. ちょっ
にさっさと答えてよ。 Getting impatient here. お嬢様、いいところを見せようと頑張っておられるんですから。頑張って。作詞も地に落ちたな。Don't expose your dad like that. Wow. なるほど。これは凄まじい。Intense. では魔王リムルよ。あなたに力をどう扱うおつもりなのか。Protect the ones I love. なんだそんなこと。暮らしやすい世界を作りたい。Oh. できるだけみんなが笑って暮らせる豊かな世界を。Happy world. そんな夢物語のようなことが。そのための力さ。Happy and peaceful world. 力の理想はザレ事だし、理想なき力は虚しいだろう。Oh. Can I live in there too? 愉快だ。これ見ましたぞ。Don't overthink it. 失礼しました、魔王リムルよ。ワリン王国との国交樹立を希望いたします。Yay! 何卒、良きお返事を賜りたく。I accept.Right now. Oh shit, they're all joining. Yeah! I mean, there's no way he's gonna reject it, right? Yay! Handshake. Future besties, maybe?All smiles. Love it. Gopta sleeping. Oh. Let's go. So, Yes.あいつは俺を怒らせた。I will win. 簡単に言いますね。関係ないな。うん、戦いは数ではなく質だ。Quality. やれやれ、自分の常識が崩れる音が聞こえそうです。大きな一歩を踏み出したのだ。おお。クレイマン？ Is he preparing? ユーラザニアへ攻め込むんやで。各地に点在する集落には人間も多数住んでいる。私の覚醒のためのちょうどいい生贄になってくれるだろう。You nasty man。非戦闘中か。ちょいと Cold blooded。クリーマン。なあ、ワルプルギス中重大事の前に。薬師のミューランがあのスライムに殺された。それは魔王の座を奪うという私に対する脅迫であった。そう主張する。Miran's alive. Don't worry. 向こうが先に裏切ったんなら筋は通っ。ミューランちゃん殺されてもたんかいな。That's what he thinks. ハートで一部始終聞いてなったからね。おお。そうか。ええ子やったにな。君は優しいな。この前ティアにも言われた。なあクレイマン。Miran's still alive. 自分の意思で今回の作戦を決めたんやな。あの方のみ。あの方？それは君が一番よく知っているだろう。Who is it? わかった。ならええわ、ゴクヤ。For their friends? 魔王ミリムの支配を過信せん方がええ。あれは飾り王の一人なんや。Ultra ancient。全然油断せんよ。ミリム、so strong? Is he offended? 私が何者かに影響されているとでも言いたいのか。お。忌々しい。He's offended. And at the end of the episode, is next episode finally the time where they go attack Clayman? Please, I have been waiting very patiently. Clayman, somebody needs to give Clayman like a big, big slap. But he said that he only listens to Kazalim and one more person, Anokata. I wonder who it is. And...I don't know. I don't think Clayman is very strong at all if he has to rely on like such dirty tricks and manipulating people just to achieve his goals. Unless that's how he prefers to do it and doesn't like using his full power.
But yeah, I think Rimuru's gonna win easy peasy, sweep through it, and probably like 1-2 episodes and Clayman is gone kind of thing. But he's been around for way too long. I need somebody new. I don't want to see Clayman anymore. But yeah, hopefully next episode is the Clayman fight. And happy about the meeting. Everything went smoothly. All of the discussions went peacefully. So far, so good. And Ramirez, she was about to say something, right? But did she get her message through? I don't know if I was spacing out and I didn't hear it or what. I don't know. But yeah, Ramirez, wake up. That guys, is the end of the video. If you liked it, don't forget to like, subscribe, and share. Early unedited videos will be up on Patreon, and early edited videos will be up on YouTube membership. If you want to be my fan, the link will be in the description and comment section. Thank you so much for watching this with me, and I will see you guys in the next one. Bye.